はい、よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣シリーズ第77弾やっていきましょう。で今回は問題10問ありますので、まず一回動画を止めていただいて、ストップウォッチで測りながらぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんが解説聞きたいと思った必要なところだけ聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それでは画面下げますのでお待ちくださいよ。よっ。あ、もうちょい。OK。でですね、あの今回みんな見てくださってる皆さん、全く関係ない話なんですけど、あの私、今日寝違えちゃって、そうで首がね、角度によって結構激痛が走るんです。だから、撮ってる時にもしかしたらね、の首の角度で、いたって思う瞬間があると思うんですよ。そうすると、いみたいな。 声がピンマイクで撮ってるんでね、拾っちゃうかもしんないのよ。だからもしかしたら聞いてくださってる皆さん、なんかいって今言ったみたいな瞬間があったとしても、あ、首が痛いんだなと思って聞いてください。すいません。変なところがね、入るかもしれないんですが、よろしくお願いします。では、まず1番から参りましょう。1番はマイナス3、プラスマイナス2ということで、マイナス同士の足し算なので、答えもマイナスだと。で、マイナスチームがくっついてるから3と2をくっつけて、マイナス5と。 これで OK。で、2番はですね、これポイント2つあって、まずは引き算と割り算が入ってる。どっち先にやりますかって言ったら割り算だよね。こっちが先です。で、もう1個、先にやんなきゃいけないのが、この指数です。2乗ってやつですね。で、こいつの処理の仕方が、やっぱりテストの時に結構ミスりやすいと。あの、ちっちゃくてごめんなさい。これ吹き出し書いたんですけど、マイナス2の2乗。まあ、カッコマイナス2の2乗か。 口で言うと、二乗が外にあるパターンと二乗が中にあるパターンがあります。で、この二つは違います。数が。ここを厳密に覚えてください。で、二乗っていうのはもともと3の二乗って言ったら3を2つかけますよって意味です。いいですか ?5 の3乗だったら5を3つかけますよっていう、こういう意味です。だからこれどういうことかっていうと、カッコの外にあるときは、 丸ごと2個かけてててねって言っ言ますつまりママイイナナススかけるですつまりマイナス同士の計算なので答えが4になりますこっちはでも下の括弧の中に2乗が入っているものちなみにこれ括弧の中に入ってますけど括弧が外れても同じですこれと同じつまりマイナス2の2乗ですでこれは何が2個あるって意味かっていうと2が2個あるだけです この2乗は2にかかってます。つまり、2が2つありますよ。で、マイナスもあるから、マイナス忘れないでくださいねって意味なんです。つまり、マイナス 2×2 なので、下はマイナス4になります。ちっちゃくてごめんなさいねあ。違うんですよ。で、これはめちゃくちゃ普通のテストでも、受験でも出てきます。こう気をつけてください。そして、この引き算が先とか割り算が先の前に、指数は先に計算をします。 だから今、今マイナス2の2乗って4に変わりましたよね。つまり、ここを、もうちょっと書き換えちゃいますね。ここ4なんです。先に処理をします。先に。で、終わったら、じゃ割り算やりましょう。4割4は1ですよね。つまり8、8引く1になるので、答えは7でしたって。こういうふうに、順番もね、含めて覚えてください。 で、次は掛け算です。えー、5×-5a。まあ、数字ね、先にやっちゃいましょう。5×-5 なんで、-25。a は1つしかないので、-25a で OK ですと。で、次です。えー、割とここはつまずく方が多いかもしれません。で、これ先にですね、計算のやり方の前に聞きたいことがあって、皆さんこっち行こうか。4分の 1xy。 これ、全部分数の分母と分子、上と下に分けるとしたら、何が上で何か下か分かりますこの横に書かれてるやつ。まあ、4が下は分かりますよね。ひとまず4下にいるし。で、この子たちは横にくっついてるのは全部上ですからね。xy は上にいます。だから、4分の xy と4分の 1xy って同じものです。っていうのが分かると、まあ、一気にやっても構わないんですが、 あ、いきなりね、暗算でやってもいいんですけど、ちょっと長い棒を書きましょう、あえて。ここ、2分の xy2 乗。さっきと同じようにやったら、2が下に来て、xy2 乗が上ですよね。こっちは。で、割り算の後ろはこの子です。ただ、割り算の後ろの分数は、掛け算に直して逆数。上と下をひっくり返します。つまり、xy が下に来て、4が上に来るんです。こうしちゃえば、あとは約分だけ。 約分して2が残りました。x は1個ずつで消えます。ただ y は1個で、こっち2個持ってたから、まあ1個消して1個残る。つまり残ってるのは、y と2だけが残ってるので、答えは 2y となります。下は1しか残ってないので、1分の 2y とは書けないからね、答えには1分のを消して 2y だけを書いておきましょう。 分数の、あと割り算が出てきたときは、何が上で何が下かっていう判断がちゃんとできれば、あとひっくり返すだけなので、ね、落ち着いて、どんな問題でも対応してみてください。でもって次がルートです。ルート 48, 48。48まず直したいですよね。で、これ、何かける何かっていうと16、16かける3です、48は。で、16っていうのは、四四16なので、4の二乗なんだよね、この子。4の二乗。 で、ルートの中で2乗のアイテムをゲットしたら、そのアイテムを使うことでこの子は出てきます。外に。つまり、ルート48っていうのは4、4ルート3になります。3は出てこれないからね。で、引くルート3と。で、ルートの足し算引き算は、えっ、ー、と、中身がルート3みたいな揃っていれば計算ができます。で、ここは1がね、隠れているので4、4引く1で3。 で、ルートの中身は変わりません。だから3、3ルート3と、これで終了。で、ラストは、公式ですね。ま、あ、括弧の2乗なので、これ、ま、ちょ、一回書こうか。みんなが教科書で習った時の公式はこれです。カッコ、x-y の2乗。で、これ、公式通り書くと、x2 乗、マイナス、え、2xy、プラス y の2乗と、こうなります。公式はね。で、自分の覚え方は、 左のパーツの2乗。左のパーツの2乗を、真ん中は、x とマイナスと y と2を全部かけます。マイナス 2xy。全部のパーツをかけるイメージね。で、一番右はプラス、えー、右のパーツの2乗と。って考えると、左のパーツは 2a です。だから 2a の2乗すると、4a2 乗。 で、2a とマイナス b と2を全部かけます。さっきみたいに x とマイナス y と2をかければいいからね。あ 2a とマイナス b と2をかけると、数字がマイナス4。文字が ab になりますね。順番が。で、最後、プラス、右のパーツ、b の2乗だから、そのまんま b の2乗です。で、これは何もね、この後計算ができないので、これで終了となります。ちょっと線がギリギリかな。ちょっと下げるか、少しだけ。これね、ちょっといじるよ。これで見える。 さあ、ではでは、7番参りましょう。次は、因数分解ですね。つまり、因数分解なので、括弧二2個を作っていきます。まあ、1個の時もあるけどね、2乗の時もあるけど。で、これ、因数分解やる時の考え方って、まずね、まず、今回関係ないんですけど、一応、1番は、くくり出しできるかなって考えます。一応、最初は。あんまないけど、問題としては。で、次が、えー、そのね、括弧今からやる公式が使えるかを考える。 で全部使えんかったら、もう、解の公式です。解の公式。ってやっていく。でも、ま、あ因数分解の問題が解の公式ないか。そうだね。だから、くくり出しと、えっ、ー、と、公式使うかってとこだね。なので、これは、まず、ここと、えっ、ー、と、ここ、マイナス 1? マイナス1っていう数字と、マイナス42っていう数字に着目します。で、2つの数字を見つけたいんですよ。2つの数字。で、どういう数字かっていうと、 かけて、マイナス42足して、プラス、あ、ごめんなさい、マイナス1になる数字のコンビを探したい。で、どっちから探すかっていうと、こっちからです、必ず。かけ算の方からいきます。なぜかっていうと、42になる、かけてね、コンビってそんなないからね。ない。で、今回使うのは42って42、42×1 と、あと 7×6 しかないか。で、使うのは今回 7×6 でいきます。7と6っていう数字を使いたいと。 いいただ、ここがかけてマイナス42なので、掛け算してマイナスになってるから、どっちかマイナスなのよ。こうするか、こうするかなのね。で、この2つのね、2通りあるけれども、この中で足してマイナス1になるのどっちかなって考えると上なんでね。見つけたと。数字のコンビ見つけました。マイナス7とプラス6。で、それが見つかったら、 あとはもう答え書くだけです。どう書くかっていうと、今文字 X なので、X、えっ、ー、と、こう、これね、使いたかったら、見つけたらこれで、これの符号を変えたものです。つまり、X、えー、プラス7と、X、<laughs> 符号変えないわ。ごめんなさい。そのままだ。もう間違った。そのまんまの数字、マイナス7とプラス6を入れたら、これで終了となります。うん ごめん、喉がおかしい。ごめんね。いいから、こういうふうにやってください。つまり、かけてす、マイナス42になる数字、足して、マイナス1になる数字のコンビを探して、見つかったら、ここに入れればいいと。それで因数分解は完了になりますので、こういう感じでやってもらえたらと思います。で、ちょっと8番が続きなんですけど、ちょっと9番先に行かせてください。なぜかっていうと、この流れで説明がしやすいので。今、え今回、二次方程式の問題なんですけど、 これね、こいつ数字も使おうか。今因数分解したらそうなったんですが、二次方程式っていうのは、よくこういう風に出てくるやつです。最初から方程式なので、イコールがある式。これが方程式ね。で、これを解きなさいみたいなのが出てきます。これ解けますか皆さん今。これ。これちなみに答えは、x イコール7とマイナス6です。答えがね。もし答え書くとしたら、こうなります。 で、どう考えるかっていうと、まあ、ずるいやり方をすると、ここにある数字、まあ、ね、マイナス7とプラス6っていう数字の符号を変えたものをここに書きなさいと。で、なんでそんなことができるかっていうと、今、カッコをね、一つのセットって見たときに、ここ掛け算で繋がってるんですけど、あるものと、あるものを掛けたらゼロになりますって。それどういうときかっていうと、 こっちが0になるか、こっちが0になるかなんですよ。これしかないんですね。かけて0になるのって。つまり、カッコの中身の x-7 が0になるか、x+6 が0にならなきゃいけない。これ解くと、まあ、持ってくるだけなんだけど、x イコール7だから、こっち。x イコールマイナス6だから、こうなるっていう。ちゃんとやるとね、こういう風になってるんですが、答えが分かると、式とも連動してるんですよ。で、今ね、今、答え、解ね、答えが、 マイナス5と1になってますって言ってるのさっき言ってみたいに、ここ符号変わるだけなんだよ。答えと。ここの中身が。ってことは、答えが分かってれば、式は、マイナス5答えになるためには、プラス5がカッコの中にいなきゃいけないよね。で、1が答えになるためには、カッコの中にこうなってなきゃいけないわけ。これが、もしあとイコールだるか。こう。こうなってれば、これ解けば、答えがマイナス5と1が出てくるんです。 だから、答えが、解がマイナス5と1になる数字、あの式をね、方程式を作れって言われたら、これでいいんですと。ただ、答えの欄に書くときは必ずカッコを外します。これ展開して、公式でね、展開して、x2 乗足したもの、プラス5とマイナス1足して、プラス4に x くっつける。後ろはかけます。プラス5とマイナス1かけて、マイナス5、イコール0と。で、これが答えとなります。 で、今回問題文にもありますけど、一つ書きなさいってありますよね。ってことは、実は何パターンもあるんですよ、答え。もしかしたら皆さんがね、答えに書いた、この、この答え書いた方が絶対一番多いけど、でもこれじゃない方もいるかもしれない。例えば、これ全体に2を書けたりしてもいいです。2x2 乗プラス 8x マイナス10イコール0とかね、ちょっとカッコで書いておこうか。 2x2 乗をプラス 8x マイナス10イコール0。これとかでも OK。もちろん3かけてもいいし、マイナス4かけてもいい。全然。まあ一番これかシンプルだけどね。いいかな。まあ答えが分かってる時に式を作りなさいってなったらこういう風にやってください。今までは式から答えを求めていたんだけども逆です。答えからこうやって式を作る。いい答えが分かっていれば括弧の中に使う数字はすぐ分かるからね。こんな感じでぜひやってもらえたらと思います。 で、1問戻りまして、8番で扇形が出てきます。で、今回、扇形の情報が、半径6の中心角45です。で、半径、あ、ごめんなさい。扇形って何かっていうと、えっと、まあ、ピザかケーキ、どっちか好きな方イメージしてください。まん丸なピザ、まん丸なケーキね。ホールケーキイメージしてもらって、それを切った一部分です。つまり、円を切った、こ中心をね、絡めて、切った一部分が扇形です。で、今、中心角っていうのはここ。 これが45度。で、半径がここ。まあ、円と同じね。6です。で、こいつの面積を求めなさい。まあ、これは公式です。公式。で、えっ、ー、と、大形で出てくるのは、面積もしくは個が出てきます。個。まあ、両方でぜひ覚えてほしいんですけど、まず面積の公式からいきます。ちょっと日本語でいくね。半径かける、半径かける π。 さて、皆さん、この公式、半径かける半径かける π って見たときに、これ何かピンときますか何かの公式って。これ、円の公式ね。円の公式。で、円の公式に、360分の中心角。間違いよく A って使われので A を書きますけど、中心角。これが公式です。つまり、もともとなんでここに円の公式が入ってるかっていうと、もともとが円だから。 円全体の公式に、これ比を使ってるんだけど、円って一周が360度なんです。まんまるって。360度の中の45度分だけ切り取りましたよっていうのが、い型の公式です。いいかなだから、こってどこかっていうと、ここなのよ。ここれね。で、これってもともと円で言うとさ、ここ。円で言うと、円周っていうやつよ。 さあ、円周の公式覚えてますか円周円周は、直径かける π なんですよ。円でやると。だから、そのま、まこれも使えます。円の公式。円周の。円周を出して、そこに同じ。360度分の、あ、360分の中心角の分だけ切り取ってるから。円周の、ここじゃなくて、ここだけ切り取ったでしょ だからこれで公式が使えるいい円の公式を覚えてれば絶対忘れないから360分の円くっつけるだけだから大い方はで大い方はよく狙われるのでこれは絶対覚えてくださいいいかなでちょっと話を戻すと今回は面積を出したいとだからもう公式通りいきます半径6中心角45なので半径×半径 ×π×360 分の中心角45と。 で、360分、入ってるもの入ってる。百六十分の45は、えー、っと、8分の1か。45で約分すると8分の1になります。で、ここが、え、6636だから、まあ一応やる ?2 でやると4と3になるのか。だから、あ、まだいける。<laughs> ごめんなさい、2と3か。だから2分の9だね。つまり、残ったのは2分の 9π と。これが答えになります。あ、これ色があれだったね。交換できなかったけど、ごめん。 いいかなこんな感じでやってみてください。一応単位つけとくか。面積だから平方センチメートル。で、ラストが10番です。で、10番はちょっと変わった問題持ってきました。えっ、ー、と、選択肢出しておきます。あからえまでね。で、この問題の、えー、と大事なところは、皆さん、自然数と整数の違い分かりますかっていう、ここです。ここ。自然数と整数の違いです。で、ここが分かっていないと多分この問題はきつい。 で、割と自然数と整数の言葉を知らないと解けないっていうものがはあるので、ここでぜひね、押さえてください。あ <laughs>、ごめんなさい。で、どうやるかっていうと、まず、数直線、書きました。で、整数からいきます。整数。で、整数何かっていうと、ここに書いては数直線ね、マイナスもプラスもゼロもありますけど、これ全部整数です。これ整数。 ただし、これ自然数も共通なんですけど、ここには分数とか小数は外れてます。だから、2分の5とかも当然、この中に入ってるけどね。入ってるけど、ここの数字で表せてるもの。まあ、マイナス5とかちょっと幅がないんで、書いてないけど、えー、0、1、2、3、4、5、6、7、9、10とか、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス, 2, イナス 2, イナーっていうのが整数です。いいよくみんなが使ってる数よ。分数とか小数除いたね。でよ。で。 じゃ、自然数何かっていうと、自然数は、この整数の中のプラスの部分だけです。プラスだけ。つまり、1から始まる、ここが自然数です。0も入りません。自然数に反しては。で、自然数も当然、分数と小数は入らないと。 だから整数はマイナスも OK、0も OK だよ。ただ自然数はプラスしかダメなんだよっていう。これをもうここで押さえてください。これは中1の一番最初で勉強してるので、割と忘れちゃうんだよね。いいかなじゃあ、じゃあ選択肢を見ていきましょうと。で、全部が自然数と自然数の加法つまり足し算、引き算、掛け算、割り算の結果を考えてます。で、こういう時はもう好きな数字で考えるといい。ね。で、例えば、あね。あ。足し算です。 自然数と自然数を足したものの結果はいつでも自然数になるよって。つまり、ならないときないかなって考えるんだけど、自然数ってプラスじゃん。プラスとさ、プラスを足してるわけよ。そしたら絶対プラスになっちゃうでしょ。これなんとかして自然数じゃない。つまりマイナスの方来ねえかなって思うんだけど、無理だよね。だから、絶対いつでも結果は自然数になるから、あは正解だと。で、次、い。 今、引き算です。引き算した時の結果が、いつでも整数となる。整数。だからマイナスでも OK なのよ。だから、えー、これね、最初思ったの。あ、5をマイナス7とかすれば、あ、答えマイナスになるじゃんって思ったんだけど、えっ、ー、と、いつでも整数となると言ってくれてるから、これ OK なのよ。だって整数入るもんマイナス。これがもしか、もし、もし、イの選択肢が、原本、原本の結果が、いつでも自然数となるって、あ、みたいにね。 書いてあったら、いやいや、マイナスの時あるからダメやんって突っ込めるんだけど、今回は整数となるなので OK です。で、う、掛け算だよね。掛け算の結果がいつでも自然数となる。これも、じゃあ、プラスとプラス、掛け算したら絶対プラスになっちゃうよね。なっちゃう。マイナスにすることは絶対ないから、うも正解なのよ。はい、ということで、じゃあもう、絵が違うじゃんだけなんだけど、 えに関しては割り算なんだよね。いつでも整数となると言ってるんですが、どうやったらならないかっていうと、例えば、何がいいかな。えー、っと、9÷7 とか。これ整数、まあ、普通の数字。12345っていう数字ならないよね。これ7分の9だからさ。まあ、小数でもいいけど。さっきも言ったように、分数と小数は入らないんですよ。整数と自然数の仲間に。 だから、こういう時もある。もちろん普通にできる時もあるよ。6÷2 ってやったら3っていうね、自然数になるんだけども、あ、ほら、整数になるんだけれども、こうやってならない時もあるから、えは、いつでもとは言えないよねっていうことになるので、この答え、ラストは、右側、あ、明日入るか。正しいのは、あ、い,いうと。この3つが、えっと、正解となります。いいかな ということで、ちょっと今回動画長くなっちゃったと思うんですけれども、まあ、ここまでね、もし見ていただいた方がいらっしゃったら、えっと、必要なところだけ反復してください。まあ、不安なところだけで構わないので、一回説明を聞いてもどうしてもね、あの、一発でできるようにはならないので、必ず反復してもらって、自分の力で解けるようにしていただけると、例えば全く同じ問題じゃなくて、類似問題、ちょっと似てる問題とか出てきた時も、自分の力でね、切り開く力になっていきますので、ぜひね、反復の方もよろしくお願いいたします。 では、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第77弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。